福岡銀行カードボロン、こんにちは、シュウミダ。はい、皆さんに謝罪することがあります。これは皆さんがこれを見て許してくださるかどうかわかりませんが、まずレオさんのファンの皆さん、本当に申し訳ありません。その理由は、私がロジさんと久しぶりに会いましたけど、ロジさんに久しぶりになんか会って撮影する計画はなかったですけど、ご飯を食べていきなり頭の中で、あ、ロジさんビーファースト好きだったから、ビーファーストの新しいミュービーを見せたいなと思って、そういう感じでお見せしたんですね。そこで問題が発生しました。ロジさんがミュービーを見ながら、私が好きなメンバーなんかそういう感じで探してたんですよ。そこで私がとんでもないことをしてしまいました。私はそこでそのロジさんが普通に探せるように普通にほどけば、見守っていればよかったのに、そこで私が何も知らないくせに知ってるふりをしてしまいましたね。それで私がロジさんに、あ、私が知ってる、教える、後で出たら私が教えるね、みたいな感じで言ってしまいました。私はロジさんが好きなメンバーがシュントさんだといきなりそう思ってしまって、勝手に。でもよく考えてみたら、シュントさんが好きだと言ってた友達はロジさんじゃなくてスジョンさんでした。少しだけ言い訳を言わせていただけますと、リファーストのことを布教活動を頑張りすぎて、私の友達が誰を慕ったのかは全部覚えるのが難しかったです。これから私が皆さんにお見せするそのリアクション動画で、バカすぎる発言をしてしまった私、そして私のせいで自分が好きなメンバーを失ってしまったロジさんにも申し訳ありません。多分もうロジさんもこの人じゃなくてあの人なのに、みたいな感じで思ったかもしれませんが、多分あまりにも私が確信して教えたので、ロジさんもちょっとロジさんにも迷惑をかけてしまいました。とにかくレオさんが好きな方々、そしてロジさんに本当に申し訳ありません。これから反省しながら口をもっと重くそうしたいと思います。でもただ私の心では、ロジさんが話したいことをもうちょっと皆さんにちゃんとなんかよく伝えたいなと思って、助けたかったのがこういう感じで大きい事件を作ってしまいました。大変すみません。とにかくその事件の動画を一緒に見てみましょう。ではレッツゴー、レッツゴーじゃない、見てみましょう。福岡銀行カードロン、皆さん、シュウミダ。はい、皆さん、今回の動画で久しぶりにロジさんが出演してくださいました。こんばんは、ロジです。はい、皆さんここで久しぶりに会って、今夜ご飯食べてこうやってありますけど、なんか撮影するところがなくて外で撮影してるんですよ。それでロジさんに、皆さん、ちょうどなんか BE:FIRST のことをもう一回なんかお見せしてもいいんじゃないかなと思って、ロジさんが BE:FIRST をなんか好きでしたね、前に一回見せた時に。そう。それで今回にもっとかっこよくなった BE:FIRST を紹介したくて、うん、今こうやって撮影してますね。はい、じゃあロジさん見てみましょうか。はい、そして今回の曲は BE:FIRST の Bye Goodbye っていう曲なんですよ。うーん、 Bye Goodbye。 はい、それで見てみましょうか。せーの、 Let's go。前の動画よりもっと明るいですね。うん、確かに。カラフルだし、うん、みんなちょっとヘアカラーが変わりましたかな。髪の毛の色は？うん、髪の毛の色。髪色は？髪。うん、そうですね。
私が前の動画で好きな人が誰だったっけ、ロジーさんが好きな方は私が後でお見せしますね私覚えてますよの歌も中毒性がありそう。ありそう、うん、この方、真ん中の方、この方、あ、そうそうそうですよね、あ、合ってる合ってる、うん、前に惚れましたね、ロジさんが今回はあの人も好き誰誰今の、あ、この方、うんうん、かっこいいですか、はいなんか前より髪のスタイルがもっと似合うと思います、あ、なるほど、みんな自分の顔と似合う、うん、確かに、だからもっとかっこよくなりましたね、そうそうそうでしょ、うん、そう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 、うん、確かに自分に合うヘアスタイルとかファッションとか、うんうん、もっとアイドルになったね、あこういう曲でした。あ、もっと、うんうん、並べまし、あ、いくつ、あ、文字？清唱したってことですか？あ、そうそうそうですね。ああ、ビーファーストが、うん、実力的にもっと清唱したってこと？はいはい。なんか、ザヌキビアンなんだ。ああ、だから新人っぽさがあんまり今は見えてない。そうそうそう。だから前に見た動画ではちょっと新人らしいそういうとこが結構あったけど、うん、今のところでは結構もうちょっとなんか成長してアーティスト、そしてアイドル、もっとアイドル。はいはいはい、はい。だからロジさんが言ってるアイドルになったってことがもっとプロになったっていうことです。あ、そうです。ですよね。ねえ、ああ、日本人だったらそれを理解が難しいかな、うん、なんかただ、うん、もしかしてロジさんがあアイドルになったなって言ったら、うん、あ、BE:FIRST はアーティストなのに、アーティストなのにアイドルっていうのっていう方がいらっしゃるかもしれないので、でもロジさんが言いたかったのはもっとプロになったっていうことですよね、うんうん、文化の差です 今ちょっとビビってますね気をつけてください、はいはい、BE:FIRST はアイドルでもありますし、うん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 、アーティストでもある、うんうんうん、そういう方々なので、あ、うん、だから、あ、でもこの BE:FIRST は聴けば聴こうでいい曲になるんですよ、うんうん、だからぜひロジさんが家に帰って、うん、もう一回この動画を見ながらリアクションしてくださったら、ちょっと寒いですよ今ちょっとちょっと寒くてちょっと発音がそれでとにかくもう一回見てくださったら嬉しいと思いますので、ぜひリアクション動画どうかできませんか？できます。おお、本当ですか？はい。ではロジさんがもう一回見てください、ぜひ。はい。それで動画にしてくださったら本当に嬉しいです。動画にしてくださったら BE:FIRST にもいいことですし、うんうん、私もなんか嬉しいですので、うん、お願いしますはい、わかりました。おー、始まり困りましたやったはい、皆さん、とにかくこういう感じでロジさんと一緒に BE:FIRST の動画見てみましたけど、またロジさんが多分動画にしてくれるらしいですよ。だからしてくださいますね。はい。おー、イエー。だからぜひチェックしていただければ嬉しいなと思います、はい、ロジ TV に行ってくださいはい、じゃあここまでしましょうか。はい、ということで